ある日突然頭が金槌で殴られたような痛みが走った。吐き気がしてめまいがして意識が薄れていった。あーパパどうしたの、まだまだ死んじゃダメ、パパがいないとどうするの、私たちどうすればいいの。マサルのゲームの賦課金はどうやって支払えばいいの。幸子のせっかくの縁談がまた壊れるかもしれないわ。おじいちゃんのおしめはそのままにしとけっていうの。土地の餌や散歩は誰が早くするの。あーパパどうしたの、まだまだ死んじゃダメ、パパがいないとどうするの、私たちどうすればいいの。パパしっかりして、明日ゴミ出しの日なのよ。